同僚の皆さんこんばんは、ショーです、ということで本日なんですけれども、こちらの方行ってみましょう。はい、はい、高垣楓さんがですね、SS レアで、ガチャの方に登場しました。はい、ということなんですけれども、今多分口とね声が多分合ってないと思うんですよ。はい、いわゆるテイク2というやつでございます。はい。あのね、ビデオの方に音声入ってなかったんだよな、見たら。ってことでね、ガチャ動画ってね、撮り直し聞かないんですよ。ガチャの方は引いちゃってるから。という感じで、副音声で、僕の副音声。まあ、リアクションだけでもね、撮れたので一応、その映像としてね。まあ、こんな感じでちょっとお送りしていきたいなというふうに思います。大変申し訳ございません。はい。もうやだ。はい、という感じで本日のね、ガチャは高垣楓さんということで、衣装がこんな感じでございますと。今回の衣装は、まあ、アニメの衣装にすごく近いのかな、結構。うん。まあ、その、早くこれをね、恋風が来たばっかですよ、ほんと。恋風からのこれだよ、ほんとに。なので恋風、普通にね、その、今ある衣装ない方は、この SSR 当たったらすごく、その、見栄えがいいと思うので、ぜひ、当てた方は、ぜひ、恋風見るのを推奨します。まあ、レベル50まで行かないといけないんですけれども、Bレベ。まあ、Bレベ50行った時のためにもね、先に取っとくのはありじゃないかなと思います。ということで、能力の方見ていきましょうか。はい。こちらですね。クールブリリアンスでございます。今回、特訓後で見てみましょうか。特化値がないんですよ。今回の楓さんっていうのは。合計アピール値が、すごく高い、ステータスになっております。合計アピール値なんですけれども、ゆきみちゃんと、限定の、ブライダルリンと、同じ 15,928 ですね。合計アピール値が。で、この値っていうのはすごく高いんですよ。ものすごい高いんですよ。はい。なので、サポートメンバーに、必ず入りますと。もし育てられた。で、楓さん結構、ま、限定とか、フェスゲー今まで出てきてるんで、ま、結構ファン数増えてる方もかなり多いと思うので、ぜひ、よかったら、まあ、よかったらっていうか、まあ、まあ、超大当たりです。そういう工場の中で、はい、楓さんは。はい、という感じで、まあ、皆さんぜひね、当てたら、ま、いいなってところなんですけど、まあ、せっかくさ、で、これでね、こっから今からガチャ行くわけなんですけれども、僕はもう今引いちゃった後なんで、まあね、まあ、いかにも、初めて引いたかのように僕はここで副音声ながら引きますよ。はい。という感じで、まあとりあえず僕5000ジュエルしかないんで、まあ、その、まあ限定と、あ、じゃあ限定復刻と、フェスと、まあ今限定がね、月末限定があって、まあ、ちょっと、ジュエルが引き兵してるので、まあ、ちょっと今持ってる5000ジュエルしか使えないんですけれども、まあね、まあ、給料日が来たらまた引きますよ。給料日が来たらまた引くんで、まあ、こっからね、まあ、できるだけ引いていこうかなというふうに思います。まあ、欲しい。本当に欲しい、カエデさんは。あ、結構クソ欲しいんすよね、マジで。まあ、その、カエデさん担当じゃないけれども、その、担当じゃなくても引き込まれる何かってあるじゃないですか。多分、分かってくれる方は分かってくれるだろうと思うんですけれども。それでね、本当に欲しいという感じでございますので、引いていきたいなというふうに思います。どこら辺で僕はガチャを引くのかな？はい。まず結構説明してるね。何説明してたんだろう、本当。はい。という感じで、どこ、そうですね。あ、そっか、ここか。僕、お守りですね。お守りの説明入ってますね。はい。加工さんのお守り。いや、本当に当てたいんですよ。やっぱり、カエデさん。まあ、強いのもそうだし、正直、マジで、キャラとして欲しい。本当に、すごく。なんで、まあね、ここで引いていきたいなと思います。いきます、頼む。お願い！いきます！ロード入った。よっしゃ！やった！刺繍、青刺繍ですね。青刺繍来ました。はい。ということで、開けていきましょうか。はい。ドン。え？3枚っすよ。で、ちなみに、
まあ、僕本当に3枚引きこれ初めてですね。はい、誰が来るのか、もうね想像がつかないですよね。一応ロードは入ったんで、楓さんっぽいっちゃ楓さんっぽいんですけど、さあニナが来たからもうほぼ確定だと僕は思ってます。はい、で多分ここで話してた気がする。で1枚目誰、川島さん、はい、持ってなかったです。超嬉しいです本当に。はい、しかも横に楓さんが映ってっからね。はい、もうこれ楓さん当たったも同然でしょこれ。いやマジで悩んでたんですよね、スカッチ系川島さんにしよう、サムネにしたと思うんですけど川島さんにしようかなと思ってて、ノクターンの MV が本当に早く見たくて。はい、ということであと2枚誰でしょうか。じゃあ来たー。おいしいコーヒー、コーヒー質の豆なんでしょうね。はい、一部お見苦しい映像があったと思うんですけれどいやー久々に10連で今回ピックアップを当てることに成功しました。やったね。いや超嬉しいっすね本当。いやすごくない、川島さん当たった後に楓さん来るんすよなんかすごい2人の運命感を感じるのと、まあここに多分ね今お守り出してると思うんですけど、いやこれ買ってからね正直やばいんですよ。デレステのガチャが当たりやすくなったって言ってもいいんじゃないかなって思うから、今度物販で見かけたら絶対買ってください皆さん、本当にマジで絶対上がるから。俺が当たってるもん、これ動画が証明ですって。あともう一枚なんだろう、オッケー、おっしゃー、ということで楓さん2枚当たりました。これはねもう信じられないっすね自分でも。本当に今日トラック僕に惹かれて死ぬんじゃないかと思いましたね、この時マジで本当にねやばかったという感じです。はい、びっくりでございます。はい、いやーもう特訓前特訓後に残しとこうかなっていう悩んでたんだろうね多分本当そして言葉を失うみたいな、ここいやということで、なんとですね、今回初めて僕が3枚引きを SSR したんですけれども、川島さんと楓さん2枚、当てることができました10連で。いやもうびっくりっすよ本当、もうびっくり中のびっくり。そしてありがとう楓さん本当、もう大好きはい、という感じです。ということで、今回以上がですね、まあ、今回のガチャ動画となります。本当に、まあ、今後ともまたね、楓さんを大事にしつつ、まあ、今後もプロデュースしていこうかなというふうに、プロデュースしていこうかなっていうかね、僕も今まだ、今この副音声状態ですら、まだ、頭が回ってないんですよ、正直。もう何が起こったか分かってない状態なんですよね。ただ、まあ、またお守り出してるってことは、まあ、これも、これの宣伝がね、また入ってるということでございます。はい、ということで、以上が、まあ、今回の動画となります。では、まあ、また次の、動画で皆さん、お会いしましょう。じゃあねー。